ついにこの日がやってきました。ドゥルッドゥルッドゥルパズドラマンチョコ。いや見てこの可愛さ、ヘラの、いやヘラさんは最強、すげえ可愛い。このね、今日はこのヘラさんを狙い、いや本当にこれはねゲットしたらめちゃめちゃ可愛い。ボイン、しかも24種しかないんだよね。余裕でコンプでしょこれ、余裕でコンプ。いやだからねちょっと残念なんだよね、50種類くらいさあって欲しかった。シールの種類は24種類、まあコンプは楽でいいんだけれども、そういう面に関してはね、でも少ないんだよね、楽しみが減る。まあビックリマンに比べたらすごい少ねえじゃんこれ。しかもね裏ラインナップ書いてないからまだわかんないんだよね。あのモンハンのやつはね確か書いてあったから分かったんだけれども、書いてないんだ俺、だからまだわからない何があるのかね。よっしゃ頼みますね。でもねヘラはいるから絶対ヘラはゲットする、今回ね。あとできればミネルヴァ、サクヤいてほしい、あとメタトロン、この美女3強いたら嬉しいんだよね。とりあえずアーダコーダ行ってねえで開けるぞ。よし早く開けろったな、マジごめん。いや興奮してさ、興奮しちゃって、いや俺これ好きなんだよこのシリーズ、今までの、あごめんごめん、うん、今までのやつを見てほしいなと思ってね。いやこれねすげえ気に入ってんの。ねえぞおい、ふざけんの、おいマジ、え、ない、え、嘘っしょ、あ、あ、で、で、出るってスポ、なんだろう、6、あ、スタノ王子だ、おお、スタノ王子やった、かわいい、かっこいいね、見てこの黒猫、ここの黒猫がいいよな、やったぜスタノ王子。ちょっと待って、汚い、ごめんね、ちょっと服は汚いな、おお、すげえ、デザイン最強じゃねえか、いいね、いやこういうのたまんないね、ファンからすると。やべえスサノオ王子、これ永遠の太郎、これカホだ、すげえ嬉しい、一発目からいいの来た、ありがとう。よし、つうかねパッケージね、あの2種類あるんだよね、こっちゼウス、エキドナとつか、エキドナいるぞおい、おゲットするしかねえだろ。裏は、はいはい、おお、マジか、ほんとにさビックリマンのさキャラに扮してるっていうか、なんかやっぱコラボだから似てるんだね、ビックリマン風のキャラになってるね、パズドラのさあのモンスターたちが、あないな、奥に入ってんのこれ、え、ないんだけど、あ奥だね、一番奥に入ってるスポーリー、14番、お、マジンバンパイ、あー分かったわ、デザインどんなやつか、あんね、あまあ、いや、ミカザ、ほらこれだ、こいつダンジョンでさ普通に敵で出てたよね、ヴァンパイア、俺あの強いとこ倒せなかったんだよこいつ、いやーやられたわ、こいつにやられた思い出があるな、やったわマジンヴァンパイア、これのデザイン大好き。で裏を見るとザン、読もうか、あ前のやつ読んだっけ、そういえばスサノオ王子読みたくない、ちょっと読もう、こいつから読もうぜ、ザン、スサノオ王子、もう名前がさ王子だからね、ベジータもうイケメン、鉄壁の防御に長けたスサノオに次回若人士のスピリット注入、スピリットが注入されたんすか、スピード、卓球道と一気水拳で魔性を断ち切り弱点カバーの急戦法、パズドラ界の噂とか書いてある、何これ、スサノオ×ヤマト王子の混成天使誕生、互いの短所を埋め合いもう一段階進化する、もう一段階進化する、おマジたまんねえじゃねえかお前。でこっち、魔人ヴァンパイア、闇の奥から冒険者を狙うダブル吸血鬼が時空を超え、まさかの同種族シンクロ、熱いね、こういうのは仕入れる。でバランス型で汎用性高いがヒットポイント低いのがたまに牙、たまに牙、可愛すぎんだおい。でパズドラ界の噂、ヴァンパイア×魔人ドジキラークロスで濃密悪魔誕生、月の晩に進化するとか、いやーこれ進化バージョン欲しいっすなこれ、いや見て見てこれ、うわお、もう最初2枚で興奮やばいんだけど俺やっぱシール好きにはたまんないねこれ、しかもパズルとビックリマン、あざっす、もうあざっす。じゃあさこれ波に乗っちゃってから妄想来るヘラ様、いやヘラ来ねえからマジ、ヘラ欲しい、お願いヘラ来い、ヘラ奥に、ね、入ってくから指を奥まで突っ込まないと取れないんだよ、ほら行くぜ、さっありました、ヘラ様キャッチ、ヘラ様キャッチ、うお、エキドナロココ、え待って、エキドナ、エキドナロココアンドロココ的な感じこれ、待って見る見る、読む前にトゥトゥトゥルトゥー、こう、ちょっと嘘、うわマジこれやべえなおい、デザイン見て、あーでももうちょい母音を強調してほしかった、エキドナロココ、あのね、このロココっつうのはね、ビックリマンシリーズでロココの名が付くね、すごい重要なキャラがいるんだけれども、多分それとのコラボ合体、見てこのデザイン超美しくない、ヘッドロココいいよね、ヘッドロココこのデザインほんと大好き、でアンドロココ多分ね、ヘッドロココとの合体だよねこれ、デザイン的にほらザン、エキドナロココ、わーお
美しつか似てるな、やっぱほら似てるね。エキドナロココやった、大好きなエキドナ。ケットロココだやはり。でエキドナ融合し、先制ソードとセントクロスシールドを携えた除血指揮官パズロカ剣山、あざっす。おお、聖シンパシーを受信して、グレンの女帝が聖なる完全武装型の究極進化遂げる。わお、究極進化遂げる。冒険者を引き連れ、パズロ界の新天地目指す。うわ、これね、やばいね。あとはセントフェニックスがいないと新天地には、あ、待って、セントフェニックスどっかに降臨したんだけどな。あ、まあ、いいや、後で見ようか。とりあえず3枚目、エキドナ来ました。あざっす。やべ、これコンプ余裕だわ。24種しかないから、うわぁ、50種類ぐらい作ってほしかった。つか、サクヤいてほしいな。サクヤとミネルバ、メダと、この美女三強いてほしいんだよね。俺の大好きな美女三強モンスター。行くぜ。おぉ、ちょ、もうやっべ、あ、待って、これね、やばいわ。グレンの女帝、エキドナ。デザインいっちゃうよ、デザイン。トゥトゥトゥルトゥ。うわ、しかも後ろパズルじゃん。うわ、ドロップドロップ、グレンの女帝エキドナ。いやでもさ、コラボだから俺さっきの方が好きかも、デザイン。これ、いやでも嬉しいな、こっちまんまエキドナ。ほらエキドナロコ、やっぱコラボはね、こういう風に、いやー嬉しいね、これエキドナロコ。いやつうか、エキドナからのエキドナ、グレンの女帝。うわ美しい、やばくね。いやマジで嬉しいんだけど。うわー、これもう一枚ゲットして貼りたいな、どっかにノートに貼りたい。やったー、エキドナグレンの女帝、半端ねつが汚ねえの。おい、気に入った冒険者には協力を惜しまない、美しきグレンの女帝。密かにその座を降り、パズドラ界の旅に出ようと企んでいる。噂、おー、敵をびっくりさせ攻撃を食らせる威嚇戦法は多くの冒険者を助けてきたのだ。いや威嚇っていいよね。俺はあの威圧だっけな、威圧の方でヤマタのオロチ使ってた。威圧あれ6ターンだったかな、減らせるんだよね。あの減らせるつが遅らせられるんだよね。威圧だったはず。ちょ、パズドラ消されたからさ、彼女にもうね、わかんないんだよ、もう覚えてないんだよね。1ヶ月ぐらい前にさ、ヘラソイルに負けて発狂してたら消されたの、うるせえてめえとぶっ殺すって言われて消されて、いやまさか本当に消さないだろうなと思って見たら本当に消えてた。あそこまで育てたのに1年以上かけてさ、ミネルバとね、サケヤ、もうサケヤはゲットしたの最近、4ヶ月ぐらい前かな、だったんだけど、一生懸命育てたのに消されちゃった。また一からやり直しにいても全然いいよ、何回でもやり直す。さっ、タマドラゼウスだって、タマドラゼウス、なにこれ、ちょっと待って、見る、さっ、え、あの、これはなんて言っていいんだ、これはまあ可愛いけど、タマドラゼウスか。ほう、みんな的にどう、これみんな的にどう思う、このデザイン。まあ俺的にはね、正直言っていい、まあ正直こういうこと言いたくないけど、どうでもいいシール来たわ。うん、カードって言いそうになったけど、ちょっとどうでもいいな。タマドラ、あ、でもさ、一応さ、コンプには必要だからゲットしよう、大事にしないとね。もう激動のパズロ界に突如現れた謎大きいモンスター、仲良くなったモンスターの能力を覚醒したら発光、ゼウスになっちゃった。これでっかくなっちゃったみたいな。ゼウスになっちゃった。特技奇跡、ベビーの頃からモンスターの能力を覚醒できるらしい玉。いやでもね、この能力覚醒には必要だからね。ベビーね、たまにしかなんだから腹立つんだよね、あいつ本当にマジで。ならない時、あの何個か やって一気にやってならない時あんじゃん、あれマジムカつかね、お前一個ぐらいなるやみたいなね。やった、タマドラゼウスゲット降臨で、あざっす。で今回ラストは一応ねボックスで買ってきたんだけれども、一気に開けたらさ、ね、24種類しかないからつまんないじゃん。で細かくカードじゃねえ、シール見ていきたいから、ちょっと6個ずつ開けようかなと思って、で後半になったらちょっと多めに、うん、前回のさビックリマンみたいに多めにやろうかな、箱で一気に開封したりとかね。よし、とりあえずゆっくりやっていきたいから、しかも十字架天使との、うそ、マジ、ちょっと待って、はっ、ちょっと待って、これやべえ、あ、待って、取り乱した、ごめん、あ、あ、落ち着け、死んどいて、落ち着け、取り乱した。サクヤ、俺の大好きなサクヤと、俺の大好きな超絶ラムな十字架天使とのコラボ、これやばくね。ちょっと待って、わお、やっぱサクヤかわいい、あ、でも十字架天使もかわいいけど、
やっぱ、嘘、さっきはいたわ。やった、ありがとう。これいや、これね、分かってるわ。このラインナップをね、選んだ人分かってる。素晴らしい、ありがとうございます。本当に土下座したい、ありがとうございます。さっきはね、やっぱさっきはいないと始まんないよね。やった、見てこのデザイン。え、待って、究極に可愛いんだけど。ちょ待って、おかしいおかしい、何このデザイン。え、まずはさ、ボサスさんもいんのかな。これこの子も好きなの。この耳たぶ見て、可愛い耳たぶいるかな。やばい、すげえ楽しみ。やった、十字架天使とのコラボ、ありがとうございます。裏読む、裏読んで終わろうか、最後だしね。ザン、いやー、十字架サクヤいやもうさ、これ十字架天使サクヤでいいんじゃない。サクヤ天使だからさ、天使可愛いから十字架サクヤ天使でもいいし、十字架天使サクヤ、あ、十字架天使サクヤがいいか。で、キリンの化身サクヤに突如アーメン十字架パワー宿り、聖十字光に包まれる。うわ、聖十字光半端ね。獅子乱舞に磨きかかり、ウィンクアイもキラリ。うわ、読みにくいけど、なんかね、抜けてるんだよね、文字が。いやー、でもこれがね、びっくりマンでね。で、パズドラ界の噂、サクヤと十字架天使の合体。わーおー、合成天使誕生。いや、これありがとう、マジで嬉しい。やべ、これ映画だからもう一度欲しい。眩しいアイドルに、パズドラ界も狂気ラブ。あのね、ずっとアイドルの座に居座ってるのはこの十字架天使かな、こいつ。びっくりマン界のあのアイドル、十字架天使。もうこの美しいね、若い子の太もも見て、この美しい太もも。いやー、ありがとう。あとね、このね、太夫さんも美しい。ひみ太夫、うん、ひみ太夫もさ、結構いいよね。シンカーベルっつうのもね、可愛いんだよね、なかなか。だからこれのコラボのシールもあってほしいな。まあでもね、他にもたくさん可愛いのあるんだけれども、ナンバーワンは十字架天使だよね。見てこの可愛さ、ナンバーワンじゃない、ズキューン、やばいね。多分ね、俺の予想だと十字架サクヤ、これあんのかな、こういうバージョンも、美しいバージョン。いや、わかんないけどね、あったらゲットしたいな。やったー、このもうね、これもうナンバーワン、今回のナンバーワン余裕で、この十字架サクヤ。いや、でもいいの来たわ、たくさん。まずはザンと降臨スサノオ王子、これもすげえ気に入った。猫がいいんだよね、このシリーズ。このタイプのシールすげえ好き。王子、やーい、若人士最高。で、魔人バンパイア、なかなか美しいフォルムしてるよ。うん、バンパイアね、持ってるものがいい。で、タマドラゼウス、そしてエキドナね、からのサクヤ、やばくね、ほんと可愛いよね、サクヤね。で、コラボしてるエキドナロココ。いや、デザイン的にはね、正直これもすげえ好き、サクヤ並みに大好き。でもね、サクヤがすごい好きだから俺。いや、キリンの化身っつうのもまたいいよね。うん、あとデザインもいいんだよ、サクヤすっげえ可愛いから。で、エキドナロココ、やったー、これ次回も楽しみだな。今回一番被ってないから余裕でコンプじゃん。あと18枚でしょ、やばいな。もっと、いや、これ第2弾出してすぐ、第2弾、俺これ多分速攻コンプしちゃうなとか言ってさ、前回のビックリマンみたいにめちゃめちゃ時間かかったらどうしよう、やばいな。あるうちに早く開けてさ、やらんとさ、やばいよね。でもワンボックスでもしかしたら全種コンプできるかもしんないしね。うん、わかんないよね、24種だから。よし、まあとりあえず今回はこんな感じでしたと。また次回ね、違うシールでお会いしましょう。最後はもうね、もう決定でしょ、ザンとこの2枚バイバイ。いやー、かわいいな、エキドナとサクヤ来たー。